こんにちは。第73世竹内先生、竹内睦弘です。今日は第44代内閣総理大臣秀原喜十郎について語ります。1945年10月9日からです。官僚出身です。で、この人実は大阪出身なんです。僕も大阪出身です。これも完全に戦後ですが、食料が、不足してました。で、インフレという状況で最悪のパターンです。GHQ から来たのはプレス行動、要するに米軍のワクチンを書くなっていうことです。米軍兵は結構凶暴な人もいましたので、まあ結構問題があったんです。詳しくは言いたくないですが、そういったことがありました。プレス行動、プレス、つまり新聞に悪口書くな、雑誌に悪口書くな、米軍のという、命令が来ました。はっきり言いましょう、言論統制でございます。アメリカはいきなり言論統制から始めました。そして第一次の地改革です。山林地主が残ってしまったのは何でかというと、農地改革なんです。農地を開放していくっていう改革だったんで、山林は改革しなかったんです。だから山持ってる人います。まあ林持ってる人います。野良持ってる人もいます。だから日本でいうと都会にちょっと近いところはなんとか山っていう名前の地名、大倉山とかね、なんとかの月見野とかなんとかのってありますよね。あとは林、中央林間とかなんとか林間ってありますよね。まあ、そのあたりが新興住宅街になりました。一つ一つの、家をもらうより山とか野原とか林間をもらってブワーブワーブワーと新興住宅地にした方がいいんです。そして1946年1月1日天皇人間宣言です。これはマスコミが作った造語です。正式には新日本建設の証書と言います。天皇は人間であると言ったわけではありません。私と天皇は、私と国民との中隊は関係はそんな甘いもんじゃないって言ったんです。それだけです。別に人間宣言なんかしてませんよ。そして4月に公職追放、右翼的と見られた人は全員公職追放されました。で、この時まあ日本史と社会科では日本史と地理との授業が停止されました。日本史と地理の授業が停止され、それから終身道徳の授業も停止されました。それが秀原喜十郎内閣でした。それではまた皆さん、竹内ターンをしましょう。